うん、321が凍った。特典は過去の星です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしく。そう、セーラー服にしました。ね、セーラー服なんでね、もしかしたら TikTok の方が消えちゃうかもしれないです。ハートミありがとうございます。え、今日本代表女子バスケやってんだ。テレビ全然見ないからさ、全然わかんないんだよね。竹谷さん、バチコにありがとうございます。こんばんは。大沼さん、バチコにありがとうございます。竹雄さんもありがとうございます。足かゆ。こんばんは。こんばんは。TikTokが今止まってる。なんでだろう。ぐるぐるしてる。セラ服着てるからかな。バチコイありがとうございます。今回はね、過去の星リス用の写真になってます。こんばんは。こんばんは。動き始めた。 GARYU8 さん、バチコイありがとうございます。いつもありがとう。しきまつアンダーバーケンジさん、バチコにありがとうございます。 Thank you。 こんばんは。ハートミーありがとうございます。こんにちは。めっちゃ揺れてる、携帯が。TikTok 用の携帯だけがめっちゃ今揺れてる。よしだと、すけだと、1119さん、バチコにありがとうございます。今日はね、ラーメン食べるの。じゃん、セブンで買ってきた。匂いやば。辛いのめっちゃ苦手なんだけどさ、なんかみんな買うから、もこたん麺私も食べてみたいと思って選びました。よっこいし。絶対食べれないよね。これつけた方がいいのかな。直前に入れてくださいって書いてある。バスケはどこのポジションですか。フォワードですね。フォワード、シューターです。やば、匂いがえぐい。なんでこれこんな人気なの。めっちゃ人気よね、セブンの蒙古タンメン。よいしょ。夜ご飯はもう食べたんだけど、勉強のストレスで
刺激のあるものが食べたいなって感じで、ラーメンです。蒙古タンメンってタンメン？ラーメン？タンメンとラーメンの違いってなんだろう。夜ご飯じゃないです、おやつです。入れすぎると辛いよ。そんな入れなかったけど、ワンちゃんやばいかもこれ。だってめっちゃ赤いもん。辛そうじゃね。セラー服につけたらどうしようって感じだよね。これキクラゲかな。やばい、くしゃみ出そう。いただきます。辛、匂いが辛い。もお豆腐みたいなのめっちゃ美味しい。熱いお湯が、熱い熱い熱い。ちょっと辛い今。かわいい、ありがとう。え、めっちゃ辛い。めっちゃお茶欲しい。じゃあお茶取りに行ってくる。あ、取ってきてくれるらしい。辛い。え、もこタンメンめっちゃ辛いやん。みんなこんなん食べてんの。ねえ、マジ辛い。麺から。でも美味しいかも。麺が赤いね。麺赤いからめっちゃ辛い。あのね、前回、前々回だったかな。その時も辛ラーメン食べたの。その時さ、でっかいニキビできちゃってさ。え？あったかい。だからワンちゃん今回もニキビできるかもしんない。どこにできたんだっけ前回。ここかな。どっかできたんだよねニキビ。辛ラーメン食べてめっちゃ辛かったもん。あれも辛いけど食べたい。ストレス解消。うまい。マジニキビ覚悟。なんか傾向的に、あの勉強のストレスでいっぱい音楽聴くようになるの。あとめっちゃ楽器弾いたりする感じ。耳かゆ。辛い。バラありがとう。インスタ止まってるなうなんだけど。辛い辛い。パパパ。2020年のセグウェイ乗ってる動画から見ておいて、すごい、ありがとうございます。子さんですね。しっかり続けてます。
止まったね。戻った。うん。戻った？大丈夫？戻ったね。いけるいける。から。何の話してるか忘れた。キクラゲめっちゃうまい。私ね、キクラゲめっちゃ好きなの。ね、辛い、やばい、牛乳飲みたい。めっちゃ食べたいんだけど辛くて食べれん。唇が腫れてきた。やばくない？セブンってマジでモンコタンメンさ、マジ人気なのね。人気じゃん。こんなんみんな食べてるって考えたらもう尊敬でしかない。チーズ入れるとやらぐあり。はあ、鼻水出るわ、熱すぎて。 TATSUAKI8703、 間違えた、8383バチコにありがとうございます。ここが痛い。でも美味しい。牛乳買っとけばよかった。今日コンビニ2回行ったんだけどね、氷ある方がいい。 AUUUIU愛さんバチコにありがとうございます。ミニサイズの食べきれる。確かに、なんか今ね、モンコタンメンのなんかもうちょい辛いバージョンが出てるんだよね確か。え、これ味噌味なんだ。なんか味噌って感じしなさすぎ。辛すぎて味噌どころじゃない。これは辛い味って感じ。あー散った。うん、気にしない気にしない。あのカラムーチョですら辛いのにさ、これやばいよね。え、そう、味わかんないね。うん、内からだから反転してんのか。右利きです。今右で箸食べて、ん、箸は食べてないな。右で箸掴んでます。間違えた。でもハサミは左の方が得意。うん、カメラで反転してるの。はあ、唇がいい感じの血色かも。制服最高だね。本当暑すぎて制服脱ぎたいんだが。やばい、辛い。え、そう、二郎系ラーメン食べてみたい。あの、ニンニク抜きにして食べてみたい。けどなんかさ、行くの怖くない？なんかチキってる、ずっと。行
こうとは思うけど、友達にもね誘われてるんだよね、行かないみたいな。けど友達と2人してめっちゃチキってる。口唇痛い、赤くない？めっちゃ食べたいのにさ、マジ食べれない。うまいし、これ牛乳入れたら絶対ちょうどいい、美味しいと思う。マジ食べたくないけどめっちゃ食べたいんだけど。私のストレス解消法、初めの段階では音楽聴くとかいっぱいで、次が辛いもん食べる、でラストは寝る。もう全部諦めて寝る。マジで解消できる。寒いじゃない、暑い間違えた。辛すぎて喋る気になれるんだけど。思考回路破壊されたから、マジでされてるエラー起きてる、エラー。でもなんか他にもなんかさ、そう今日ローソンに行ったんだけど、ローソンにもね、なんかローソンになんかチゲ売ってたの、スンドゥブチゲ。あれねめっちゃ美味しそうだった。チゲ好きなんだよね、辛いけど食べれる。辛いしとわさびならどっちだろう。わさびかな。わさびが好きですね。生姜、わさび、からしの順番かな。お久しぶりです。生姜が一番大好き。ああいう系。まあ、辛くはないけどね、生姜。もう食べ終わりました。全然食べ終わってないですね。まだまだあるよ、全然ある。お寿司大好きってほどでもないけど大好き。お寿司行ったら絶対食べるのはおうどん、まあ、つまりうどんが好きなんだよね。うまし。リキさんバチコにありがとうございます。はい、のどいて。食べん方がいい、これは辛すぎる。うまっ。めっちゃ辛いよこれ、やばい。一気に入れたら辛くないかも。辛いの好きな人すごいよね。全然辛くない。
まるまるポップさん、バチコにありがとうございます。この制服はもう洗わないとですね。これ配信してんの、あの TikTok じゃなくてインスタで配信してます。よかったら来てください。うわ、めっちゃ辛い。こんばんは。ちょっと辛いんで、そろそろライブを終了したいと思います。見てくれた人ありがとうございます。今日食べたのはね、もっこタンメンです。セブンに売ってます。ぜひぜひ食べてみてください。この後買いに行って、ということでまたね、バイバーイ。